エジプトの海上交通交通とは人やものが物理的に行き交うこと。経済目的の実現に基本的必然的に伴う経済的物理現象で様々な対応で連続的に発生している。交通は講義には思想の場所的移動も含む概念である。ただし一般に交通という場合には通信を含まないことして使われる場合がほとんどであり。 例えば学問上も、交通工学や交通経済学、交通地理学といった学問領域は通信を対象に含めない。交通は人や物の場所的な移動のことを指す言葉で、空間的に理覚された地理的な障壁を乗り越える行為だとも言われている。交通は人間の生活を営む上であっては、当たり前の存在であり、 人間社会の発展のためには必要不可欠な存在でもある。技術の進展に伴い交通機関も進化してきており、移動できる範囲は大きく広がってきている。交通という経済活動は、ものを移動する、必要性という交通需要とそれを移動させる、交通ロームの供給の上に成立するとされる。交通は移動の対象から、旅客交通と貨物交通に分けられる。 旅客交通における交通需要としては日常的な通勤、通学、通院などから観光まで様々なものがある。また、交通は移動の場所から陸上交通、水上交通、航空交通に分けられる。交通の手段、方法として整備された体系を交通機関または交通システムと呼ぶ。交通機関は人間社会の発達に従って より高度な手段を提供するように発達してきた。逆に交通機関における技術革新が人間社会の姿を大きく変化させてきた側面もある。交通機関には通路、運搬具、動力の3要素があるとされる。かつて交通手段は人足、キューバ、ラクダといったもので運搬具と動力が未分化であったが運搬具と動力源の分離によって 自然的制約を受けることが少なくなり、交通の発達に画期的な進歩をもたらしたとされる。今日の交通機関は、ITS、鉄道の運行計画、道路の信号制御、航空管制などを代表とする運行制御システム、また、運賃、収益管理、マーケティングなどの営業システムの点で、著しい発達を遂げている。交通機関には次のような特性がある。 交通には様々な分類が存在する。まず、輸送する対象によって、旅客交通と貨物交通に分類される。旅客交通はさらに、個人が私的に移動する私的交通と公共交通とに分けられる。公共交通はさらに貸し切り輸送と乗り合い輸送に分けられるが、通常は公共交通といえば乗り合い輸送のことを指し、貸し切り輸送は、 公議の場合にのみ、公共交通に含まれる。旅客輸送は、短距離交通と長距離交通とに大きく分けられ、様相を意味する。短距離交通で最も大きな割合を占めるものは、自家用車であり、公共交通の整備されていない、地方部ではさらにその割合は増加する。一方で、特に都市部においては大量輸送が必須となるため、自家用車の割合は減り、鉄道や地下鉄、 バスといった公共交通機関の割合が増加する。長距離輸送に関しては、バスを含む自動車の優位性は、距離とともに低減していく一方、3 0 0トルから5 0 0トル程度の都市間輸送においては、鉄道、特に高速鉄道が優位性を示すようになる。7 0 0トル以上の旅客輸送においては、主要交通機関の中で最も高速な飛行機の 優位性が確立している。船舶は低速であるため、特殊な場合を除き旅客輸送においては重要性を持たない。ただし、小規模離島においては、船舶以外の交通手段は存在しないことが多い。貨物輸送においては、近距離輸送では、自動車輸送が非常に優位である。トラックは、出荷から配送までを直接行うことができるため、積み替えが、 最小限で済み、また状況に応じ、弾力的な運用が可能であるなど利便性が高い。大量の物資の長距離輸送では、自動車より、鉄道に優位性があるが、末端部の輸送においては、自動車との連携がほぼ必須である。長距離、大量の貨物輸送において最も大きな割合を、占めるものは船舶であり、運行コストが非常に安価であるため広く使用される。 飛行機は運行コストが高いため、高価かつ迅速な輸送が求められる貨物に使用される程度である。また、複数の交通機関を積み替えなしで一貫輸送する、いわゆるインターモーダル輸送が推進されており、輸送のコンテナ化が進んだ。最も基本的な交通手段は徒歩であるが、1日 40km 程度の移動距離が限界である。時代の経過とと,ともに技術が進化し、馬車、 小船、鉄道、自動車、航空機が発明され続けてきた。交通手段の進化は、同時に行動できる範囲を格段に広げることにつながり、人の文化交流や物の物流の広域化をもたらしてきた。現代社会において主力となる交通機関は、自動車、列車、船舶、飛行機であり、それぞれに一長一短があるため、この四種を組み合わせた。 交通体系が構築されている。1時間で移動できる距離は、徒歩が3から 6km、自転車が15から 25km、自動車が40から 100km、高速鉄道が 300km 前後、飛行機で 800km 前後が目安である。陸上交通の輸送手段としては、古く人や動物の力を利用したものが広く利用されたが、今日では、 鉄道や自動車が主たる交通機関となっている。人力、蓄力徒歩は現代でも近距離交通においては重要な交通手段であり、また公共交通機関や他の輸送機械を使用する場合でも歩行は必須である。人力を原動力とする交通機関も古くから存在し、カゴや人力車、人車軌道などはかつて盛んに用いられていた。 人が荷物を背負い直接輸送を行うことは現代でも行われており、また第8車、リアカー、ショッピングカート、バゲージカート、シルバーカーといった台車を使用することも多い。自転車は整備された路面であれば単純な人力より数倍の速度が可能であるため、都市交通では大きな割合を占めており、より多くの荷物を乗せられるようにしたカーゴバイクを使用したり、 ミワ車に台車を引かせて貨物輸送に使用されることもある。歩行困難な障害者の移動用具としては車椅子が広く使用される。人力の次に使用された動力は家畜である。人や物を直接乗せる際は、崖物、台車などを引かせて使用する場合は、万獣と呼ばれる。交通用の家畜として最も用いられたものは馬である。 馬に引かせる馬車は西洋で広く用いられ、19世紀には乗り合い馬車が都市交通のようとなり、レールの上を走る鉄道馬車へと移行して1920年頃まで運行していた。その他にも牛やロバ、ラバなどが世界的に広く駅畜として使用され、牛に引かせる牛車も存在した。特殊な地域の交通に用いられたものとしては、 乾燥地帯でラクダの導入によって、乾燥地帯を越える交易ルートの設定が可能となり、砂漠の船と呼ばれるほどの重要性を持っていた。寒冷地においては、トナカイや犬を駅蓄として、犬ぞりのようにそりを引かせていた。ただしこうした蓄力使用は自動車の普及とともに衰退し、20世紀後半からは特殊な場合を除きほぼ使用されなくなった。 動力機関動力機関を持つ陸上交通は軌道を走るものと道路上を走るものに2分される。軌道を走るものとして最も重要なものは二本のレールの上を走る鉄道列車である。鉄道は大量輸送に適した交通機関であり、通勤・通学輸送や都市間輸送に強みを持つ。 都市交通としては、地下を走る、地下鉄や路上を走る、路面電車、ライトレールなども重要である。技術改良も進んでおり、新幹線をはじめとする高速鉄道が、世界各地に建設されている。一本のみの軌道上を走る列車は、モノレールと呼ばれる。軌道から浮上させて運行する浮上式鉄道も、磁気浮上式鉄道と、空気浮上式鉄道の2種類が存在する。 ケーブルカーやロープウェイやチェアリフトといった作動も講義には鉄道の一種である。このほか、エレベーターやエスカレーターなども一定の軌道上を動く交通機関である。ベルトコンベアは鉄鉱石や石灰石などの重量物の輸送や工場内輸送や手荷物輸送などに使用されるほか動く歩道として人の移動にも使用される。道路上を走るものとして 最も重要なものは、自動車である。自動車は、自家用自動車や貨物自動車、バスなど用途によっていくつかの種類に分かれ、利便性が高く小規模で柔軟な運用が可能である、ことが強みである。原動機付き二輪車は、オートバイと総称され、自動車よりもさらに近場で利用する、手軽な乗り物として広く使用される。この他特殊な状況や場所で使用する、 原動機付き車両としては、ゴルフカート、セグウェイ、電動車椅子、シニアカー、スノーモービルなどがある。最も原始的な水上交通機関は水流を利用するか人力で船を操作するものであり、ドラゴンボートやカヌー、ガレー船といった貝やパドルで漕ぐもののほか、ロで漕ぐものがある。足でペダルを踏んで進む足漕ぎボートもこの系譜に属する。運河などにおいては、 搬送が難しいため、隣接して、引き船道が必ず設けられ、陸上から人や動物が船を引く引き船が行われていた。ついで、風を帆に受けて進む帆船が発明され、近代に至るまで海上交通の主役となっていた。汽船の進歩によって、巡帆船はほとんど商用に使用されなくなったが、スポーツ用のヨットなどでは未だに利用されている。 現代の水上交通機関は、ほとんどが内燃機関を搭載している。大型商用船舶はその用途により、旅客船、貨物船、貨客船に分かれ、自動車ごと旅客を運送する貨客船はフェリーと呼ばれる。一般の船舶より高速なものは高速船と総称され、水中浴船やホバークラフトなどが使用される。また、 橋を架けるほどの交通量のない短距離航路においては、小型船舶による渡し船が運航している。空運には飛行機が主に使用される。飛行機は発着に滑走路が必要であり、天候の影響を受けやすく、コストが高いものの、その高速性で遠距離旅客輸送の主力となっている。このほか、回転翼を利用するヘリコプターも、 滑走路が必要なく狭い土地での離発着が必要であるため、小規模な旅客や貨物の輸送に使用されている。交通の発達とその円滑な運営は経済にとって不可欠である。道路、鉄道、港湾、空港などはインフラストラクチャーの一つであり、経済の基盤となっている。旅客及び貨物の運輸業は経済の重要な一部分であり、 さらに交通に用いるための自動車、鉄道車用、船舶、飛行機といった輸送機械の製造は大規模産業として経済に占める割合も大きい。また、公共事業による交通インフラの整備はそれ自体が重要な経済活動となっている。貨物の大量輸送において最もコストが低いものは海運であり、さらに航海には海洋の自由が存在するため、 公開へのアクセスがある国家はコストが低く隣国の政治情勢に左右されない安定した貿易ルートを確立することができる。このため一般に内陸国は海洋を持つ国家に対して低い経済成長を余儀なくされる。スイスのように近隣国の経済がよく開発され、交通インフラも整っている場合は経済を成長させることも可能であるが、特にアフリカでは 海洋国の交通インフラや市場が全く整備されていないため、それに依存せざるを得ない内陸国はより貧しくなることが多い。グローバリゼーションの進展とともに旅客、貨物ともに交通量は増大の一途をたどっている。観光目的の海外旅行やビジネス客などを主とする自国外への旅行者の総数は1960年の1億人未満から、 2015年には11億9000万人にまで増大した。このうち出発国の近隣諸国への旅行客が77%を、指名圧倒的に多いものの、遠隔地諸国への旅行者の割合は増大しつつある。一方で、事故や戦争、薬病や災害によって交通が寸断されることは珍しくなく、この場合経済に大きな影響が及ぶ。 2020年にはコビット1 9のパンデミックが起きて世界各国が出入国制限や都市封鎖、行動制限を実施した結果交通量が大幅に減少し2020年3月末には世界全体の航空便数が前年同期比で37%にまで激減。世界の大都市でも交通量がのきなみ30%程度にまで激減し経済に 大きな打撃を与えた。運輸部門における二酸化炭素排出は大きなものである。運輸部門のエネルギー消費のほとんどは石油によって占められており、2016年度には同部門の総エネルギー消費の90%以上は石油によって賄われていた。これは自動車や飛行機、船舶などの燃料が石油によってほぼ占められていることによる。 電気やエタノールなどによる代替燃料開発も進められているものの石油にとって変わることは困難であり、2040年度予測でもこの状況にそれほどの変化はないと考えられている。また、二酸化炭素以外にも自動車の排気ガスには各種汚染物質が含まれており、大気汚染の主因の一つとなっている。道路周辺の騒音、振動の問題も大きい。 こうした問題の解決策として自動車交通を削減し各種公共交通機関の利用を促進することや近距離においては徒歩や自転車といったさらに環境汚染の少ない交通手段への移行などが提唱されている文明が生まれる以前は人々は狩猟によって食料を得それを自分たちだけで消費するだけであったので遠距離を移動したり 大量の荷物を運んだりする必要はほとんどなかった。しかし、農耕や牧畜が始まると状況は一変する。計画的な食物の生産と貯蔵が可能となり、生産の効率化が進むと共同体で消費する分より多く生産できるようになった。やがて共同体同士で必要な物資の物々交換が始まり、初めて交通が生まれた。また牧畜では、 家畜の食料を求めて移動しなければならず、一箇所に定住できないため大量の荷物を運ぶ必要があった。物々交換を個別に行うのは不便であるため、地理的に離れた場所の取引を一箇所で行うための市場が成立し、物資を市場に運ぶ物流が生まれた。市場はやがて都市に発展し、都市を拠点として自身は生産せず取引と、 物流だけを専門に行う商業を営む者が現れた。このように交通の変化は経済の発達と不可分のものである。そして交通の仕組みは経済活動の要求やインフラの状況に合わせて進化するように求められた。もっとも基本的な交通手段は人間そのものが歩行することである。しかし人間が歩くだけでは移動距離が限られ、 一人の人間が持てる荷物はさほど多くない。一方、動物を利用した輸送は古くから行われた。主に馬やラクダや牛、あるいはそれらの近隣種が家畜化されて利用され、動物を利用することで人間が単独で行動するときの数倍のスピードや貨物輸送量を得られるようになった。特に長期間にわたって水を飲まずに行動できるラクダは、 砂漠の船とも呼ばれ、アラブ世界では自動車が普及するまで重要な輸送手段であった。また、原始的な交通手段としては船の存在が挙げられる。すでにメソポタミアでは、戦死時代に河川交通において、他か船が利用されていたことが知られている。さらに、紀元前2500年頃には、ラガシュ市の碑文において、ペルシャ湾を越えて、 海洋交易が行われていたことが記されている。小船による長距離外洋航海は季節風を利用しながら世界各地で行われており、中でも積極的に小船航海が行われた南太平洋においては遠洋に浮かぶ島々の植民が進められ、6世紀頃にはポリネシア東端のイースター島にまで植民している。小船は非常に効率的な交通手段であり、 蒸気機関が実用化された19世紀においても、しばらくの間は優位性を保ち、1860年代には、クリッパーによって、小船の発展は頂点に達している。ブロネスイスポット、車輪付き車両である、可能性のある最も初期の基地の画像、クラクフ、ポーランド車輪は、紀元前3500年頃、東ヨーロッパから、シュメールのうちのどこかで発明され、その後急速に、 ユーラシア大陸の各地に広まった。この年代のメソポタミアでは、ロバの家畜化も行われており、ロバに引かせた荷車を利用する陸上交通も始まっていた。一方で、マヤ文明など新大陸の文明においては、車輪の存在は知られていたものの、実用化した痕跡はない。旗はじめ皇帝は、車機の統一を行った。車機とは馬車についた二つの車輪の幅のことである。 当時は車輪が通ってできるわだちがレールのような役割をしており、車はこの鉄にはまるように走っていたと考えられている。車機の異なる馬車が同じ道を通ることは困難で、あるためこれを統一して流通を容易にした。ローマ街道の一例、アッピア街道ローマ帝国時代にはローマから各地に向かう石畳の道路が整備された。 これらはローマ街道と呼ばれる。帝国内の各地にいち早く軍隊を派遣することができるという軍事目的であったが、ここからすべての道はローマに通ずという言葉も生まれた。ドイツの観光街道の一つ、ロマンチック街道は、そのローマ街道が起源である。また、イタリアのアッピア街道もローマ街道を起源としており、 石畳などはほぼ当時のままの形で残されている。ローマ街道の他にも、当時それぞれの地域で派遣を握った国家によって建設された街道がいくつか存在する。日本では、江戸時代に五街道が制定され、江戸を中心とした各地への交通網ができた。国土にあまねく整備された街道は、中央集権国家の存立には不可欠なものであった。一方、 街道の成立に伴って、その沿道には、都市が生まれた。例えば、道路が川を横切る地点は、交通が滞留しやすく、都市が成立しやすい。また、古くから、ある街道は、後の時代において新設される主要な交通路のルートに選定されている場合が多く、高速鉄道や高速道路の多くは、古くからの街道沿いに建設されている場合が多い。 そのため、街道沿いの都市は、現在も、交通の要衝であり続けていることがほとんどであり、今や大都市に成長している例も、少なくない。一方で、移動可能な速度によって、都市の間隔は決まるために、交通インフラの高速化によって、都市間の競争が起こり古くからの都市が衰退する場合もある。リバプールマンチェスター鉄道に使用された、蒸気機関車近代における交通は、 機械を利用した交通手段の発達なしに語ることはできない。その先駆けとなったのは蒸気機関の発明である。蒸気機関の発明は、海陸の二つの輸送機械、すなわち蒸気機関車と蒸気船を出現させ、以後の交通を一変させた。 今日のような原動機の動力を用いた鉄道の出現は1804年のトレビシックによる蒸気機関車の発明を待たなければならない。ただこの時点ではまだ実用に耐えるものではなかった。実用化はスチー・ブンソン親子によってなされ、1830年、蒸気機関車による世界初の旅客鉄道がリバプール・マンチェスターに開通した。その有用性はすぐに認められ、以降、 世界中で鉄道建設が進められることになった。ヨーロッパやアメリカでは19世紀中頃、日本を含むその他の地域では19世紀末から20世紀初頭にかけて空前の鉄道建設ラッシュが起こり、現在も運行される主要な路線のほとんどは、この時代に極めて短期間のうちに完成された。水上交通においては、1807年にロバート・フルトンが、 蒸気外輪船の営業運行に成功した。当初の蒸気船は波に弱く、河川などの内陸水運に主に使用されていたが、1840年代に入ると、より高速を得られ安定性も高いスクリュープロペラが主流となり、さらに1860年代に高性能の船舶用蒸気機関が登場することで、蒸気船は前世紀にあった小船を駆逐して、 主要な海洋交通手段となった。また、産業革命とともに、都市は大規模化し、都市交通の整備が必須となった。19世紀前半には、ヨーロッパ各都市で、乗り合い馬車の運行が始まり、鉄道馬車を経て1890年頃以降は、路面電車が各都市に付設されるようになった。この時期には、地下鉄の建設も始まり、1900年頃には、 自動車によるバスの運行も始まって、市民に身近な交通機関となった。鉄道が登場するまで旅行は多くの危険を伴う行為であった。悪路を徒歩や馬車で長時間かけて移動する必要があり、かかる費用も莫大であった。ごく限られた層を例外として、現在では一般的なレクリエーションとしての旅行はまず考えられなかった。しかし、 鉄道網の発達は長距離の移動を極めて容易に、しかも安価に実現した。産業革命が生み出した一定の余暇を持つ中産階級の成長に伴って旅行が余暇を楽しむための趣味として初めて認識されるようになった。カール・ベンツ発明の自動車1903年、ライト兄弟による初飛行19世紀末にはガソリン自動車が発明され、 当初は高価だったものの1908年にアメリカでフォードモデル T が発売されると一般大衆への普及が進んだ。一方、1903年にライト兄弟によって飛行機が発明された後、飛行機は急速に発達を遂げ、第一次世界大戦後には旅客機の定期運行が始まり、1927年にはチャールズ・リンドバーグが 大西洋横断単独無着陸飛行を成功させた。第二次世界大戦後には、世界各国でも道路の整備が進み、自動車価格が、中流階級が購入可能なものになると、モータリゼーションが進展して、鉄道の衰退や都市の公害化といった社会への変化も引き起こすことになった。飛行機の改良も進み、1960年代には、 Z エンジンの本格導入によって飛行機の大型化と高速化が進んだ。また、世界中で地球温暖化問題が表面化する中で化石燃料であるガソリンを利用して二酸化炭素などの温室効果ガスを排出する自動車の利用方法が問われるようになってきている。ありがとうございます。